皆さんこんにちは。今回も虫タイプ縛り、やっていきますよ。前回はタエちゃんが早すぎるだろ。まだジムバッジ1個目やぞ。確かに何かの特典でもらえるとは書いていましたが、あまりにも渡すタイミングが早すぎるわ。縛り的には逃がすべきかもしれないですが、クリアした後は普通にこのデータで遊びたいので、ボックスに塩漬けしておくことにします。ナエトルは逃がされたのになぁ。おかしいなぁ。これが一般ポケと幻ポケの差よ。というわけで、まずは蜜を塗った木を見てみましょう。ミノムッチかミツハニーで欲しいのはお前じゃないんじゃ空気読め最強気取りが。なぜ望まない時に、こういうポケモンが出てくんねん。まあ今は使いませんが、レアポケモンには変わりないので、一応捕獲だけはしておいこら。くたばれマジで何をでしゃばっとんねんボケが、何を生きようようとコロトックになってから負けてないタエちゃんに、土をつけとんねん。そら慌てるわ、慌てるというか、あまりにもな展開で、リアルに吹き出しちゃったわ。気を取り直して、こっちの木の様子も見てみましょう。残念。戦力的には申し分ないのですが、今回の旅の騎士ではないので、おさらばしますよ。本当は新たな仲間を引き入れたかったのですが、出なかったもんはしゃあないので、そのまま先に進みたいと思いますよ。スイッチの時間をずらしてインチキしようと思ったんですが、時間をいじっても現れませんでした。ですので泣く泣く諦めるしかありません。密の状態で、プレイを左右されたくないですからね。さてさて、私の推しのマーズさんを眺めましょうかね。というわけで銀河団幹部のマーズ戦です。正直タイプ相性がどうとかいうのはわかりませんが、おそらく連続斬りを打ってれば、余裕でしばけるんじゃないでしょうか。ここだけの話、連続斬りを入手してから、戦闘は A ボタンを押してるだけで勝ててるんですよね。頭を使わなくていい展開こそ思考や。どうせ気づいたら、いくら頭をひねっても勝てないことになってそうやしな。頭を使わなくていい時は、脳みそを温存しておきましょう。とか言ってたら混乱をばらまかれてしまいましたが、おそらく状態異常は最新のもの準拠だと思うので、混乱はそこまで痛手ではないでしょう。混乱はガチで一番弱体化されたと言っても、過言じゃないですからね。トンボ帰りとか使ってくるんかよ。えらいガチ構成やな。でもまあ、連続ギリ最大火力で相手をしばけるので、逆にありがたいんじゃないでしょうか。怖いのは、ブニャットの猫騙しだけや。オケオケ。そういうのはいくらでもしてきたまえ。それにしても今作のブニャットは、掃除機で右に引っ張られてないですね。吸引するのをやめたみたいですね。鳴き声をされていながらこれだけの火力が出れば、十分と言えるんじゃないでしょうか。一応ここまでのトレーナーはそれなりに倒してきて、経験値を稼いでいるんですが、状況に応じて戦闘をある程度避けながら、進んだ方がいいかもしれないと思ってきています。この試合のようにぬるゲーになっても、私が面白くないですからね。私はもっと、ひりつく感覚を味わいたいんや。トンボ帰りでズバットが手持ちに戻っていたので、連続斬りでそのままぶち抜いて試合終了ですね。マジで何一つ苦戦せんかったわ。やったねタエちゃん最強の座に一歩近づいたよ。正直威力が4分の1だろうが、連続斬りでゴリ押すのが今のところ最適解ですね。4分の1になったところで、威力60も出ますからね。マーズさんのこういうところ好きです。というわけで地下大洞窟で壁を掘ったりして、しばらく遊んでいました。これに関しては完全に、ダイパと同じような感じですね。ピッケルなんか女子供の使う道具や、男なら土管とハンマーだけで掘削やろがい。よくよく考えたら今の私は女でしたわ。失礼失礼。楽勝ですわ。そうそう、壁を掘っていると、たまーに石像とかを入手することができます。洞窟内でのタイプごとの出現率を変えられるみたいです。詳しくはポケ鉄でも見てくれ、私はわからん。洞窟をさまよっていたところ、
スコルピを発見しました。スコルピは虫タイプを複合しているということで、仲間に引き入れてみましょうかね。蜜を塗った木から出てきてればスルーしていたんですが、ずっとタエちゃん一人旅をするわけにもいきませんしね。え、ドラピオンは縛りに反するだろって？ドラピオンになんか進化させるわけがないでしょうが、彼にはスコルピのまま、頑張ってもらいますよ。完全に今、成り行きで仲間にしようとしていますが、きっと彼にしかできない仕事があるに違いない。ちなみに私はその彼にしかできない仕事とやらは知らん。きっと何か、あるに違いない。というわけで私の元に来いスコルピオ。私の元で、一緒に頂点を目指そうではないか。やったぜ。というわけで無事、スコルピゲットです。スコルピオ、お前は進化するポケモンではない。未進化のポケモンなのだ。その心構えを持っていてほしいので、未進化から取って、未進ちゃんと名付けることにする。よろしくな未進ちゃん。決して未進ではない。おとなしいわ、防御ダウン、特防アップという、正直なんとも言えない性格ではありますが、特製のスナイパーは面白いと思います。ここぞで逆転ホームランを決めてくれるに違いない。というわけで、ナタネさんのところにやってまいりました。可愛いナタネさんのお姿を見て、みんなで満たされる時間にしたいですね。え、試合に集中しろって？満場一致で連続ギリを打ってるだけで終わるやろ。鼻ほじりながら A を連打してるだけで勝てるレベルやろ。下手すると3ターンくらいで試合が終わるレベルだぞ。そういう状態だからナタネさん、少しは動画を盛り上げてくれよな。おほう、たまりませんなぁ。そのポージング、え、父の血？そかわいいやんけ。ナタネさんは制作陣に愛されとる。でもまあ、制作陣に愛されてたところで、試合の勝敗には一切影響しませんからね。相手の初手は、チェリンボですね。このゲームの使用上仕方がないことですが、初手は格落ちポケモンから入ってきます。そこで連続斬りの起点を作ってしまえば、あとは流れ作業ってなもんよ。タエちゃんが生き延びられるくらいの状況なら、しばらくはこの戦法が大安定だと思います。そのくらいこのゲームでのタエちゃんは、別格の強さを誇っていると思いますね。なんならここまで通常プレイしている皆さんより、楽にストーリーを進められてるレベルだぞ。重要戦闘以外はマジで、脳みそを使わず A をしてるだけですからね。安定感が凄まじすぎるわ。思ったよりも食らったなおい。今一つじゃなければ、危うくワンパンされかけるレベルの火力やんけ。気分 A は、本当に3ターンで終わったわ。というわけでタエちゃんの強さを見せつけて、余裕でナタネさん突破です。よかったよかった。強すぎてシェイシェイ。お、気合ダメいい技覚えますねー。気合ダメ虫の知らせ最大火力連続斬り、男のロマンの塊ですねー。というわけでうちもしない歌を忘れさせて、気合ダメを覚えさせますよ。虫食い、これまたいい技を覚えますねー。誰も幸せにならない砂かけを忘れさせましょうかね。本当にみんな、いい技を覚えてくれますね。現状、火力で困る展開はなさそうで一安心です。なんだこれは、たまげたなぁ。ちょっとこれは見ていて不安になっちゃうやつや。見なかったことにして、そのまま進んでいきますか。何がとは言わんが。このゲームすげーということを言うだけが、実況ではないですからね。何癖をつけるところは、つけていかなければ。このゲームが発売される前は、グラがどうだのボロクソに叩かれていましたが、正直なところグラに関しては、遊んでみると別に不満はないんですよね。ナタネが使っているシールは価値がありますねー。加工にしよう。草結び、タエちゃんとミシンちゃんは覚えてくれないですが、そのうち誰かが覚えてくれるんじゃないでしょうか。いい技ではあるので、使える場面では使っていきたいです。くそかわいいやんけこれ。なんでも実況ジュピター呼ばわりなんか。
口が裂けても言えない可愛さになってるわ。マーズのファンやメテジュピターさんのファンになるわ。私がキャラクターが好きかどうかを決めるのは、基本的にたまらんかたまらんくないかだけですからね。何がとは言わんが、ジュピターさんの初手は、ズバッとですね。特段苦戦する相手ではないので、ミシンちゃんに頑張ってもらいましょう。いざとなったら耐えちゃんできるだけですからね。この安心感よ。全幅の信頼を置いとるわ。ふん、悠長でいいね。そんなことをしている間に、ミシンちゃんはどんどんお前の HP を削っていくぞ。そのズバットを引っ込める行為好きやね。マーズでも見たぞ。とか言ってたら、スカタンクが出てきましたね。スカタンクは毒薬タイプ持ちということで、連続ギリが当倍で通る相手なので、もはや勝ったも同然ですね。は？耐えてくれたのはいいことですが、火炎放射はいかんでしょ。二十歳そこらの若者が撃ってきていい技じゃないぞ。火炎放射は30代になってから使いなさい。おじさんとの約束や。とか言ってる間にミシンちゃんが、虫食いで相手の木の実を食べてくれました。相手のエースは木の実を持っていることがあるので、かゆいところに手が届く技と言えるんじゃないでしょうか。これ、いけるか？ミシンちゃんのレベル上げということで、ミシンちゃんを先頭に置いたんですが、タエちゃんこそ先頭にいないとダメな子かもしれんわ。毒ガスとか、絶妙に厄介なことをしてきますね。火炎放射で焼かれるよりはマシですが、固定ダメージを受けるようになったのは、戦況に関わるかもしれません。惜しい。やっぱり2発目からは、いい火力になりますね。1発目だけちゃんと撃てれば、いいものを持ってるわ。ふう、耐えた耐えた。ギリギリのところで、無事しのぎ切ってくれました。やったねタエちゃん、ミシンちゃんの忘れてたわ。素で忘れてたわそれ。思いっきり勝ちを確信してました。確信してたというか、もう次のことを考えてたわ。私の手持ちもいなくなったが、ジュピターさんの手持ちもおらんやろが、これで私の一方的な敗北になるのだけは、マジで納得がいかんわ。などとごねたところで脳幹になるわけでもないので、正々堂々ジュピターさんをしばきましょうかね。先ほどの反省を生かして、初手からタエちゃんを出して、戦っていきますよ。本当に今のところ、タエちゃんゲーですね。私にはこの先、タエちゃんで苦戦する未来が見えんわ。毎回負ける要素がないみたいなことをのたまってますが、今回のはリアルガチで負ける気がせんわ。しっかりと気合ダメも積んで、万全の状態でスカタンクとやり合いましょう。ふん、超音波なんかされても、痛くも痒くもないわ。今の時代の混乱ばらまきはマジで、ハネルをしてきてるのと一緒ですからね。以前までの混乱確率であれば、自分を殴る 50% を引き続ければハネルと一緒という、無理難題をくっちゃべっていましたが、本当に最近の混乱は、どうということはありません。もはや祈るまでもないわ。マジで顔がアップになった時がたまらんわ。これは一級フラグ建築士。セフセフ。ここで相手が遊び行動をしてくれたのは、不幸中の幸いといったところ。地味にドクドク状態にされてるのが辛いわ。どうにか連続ギリでスカタンクを一撃で仕留めないと、また負けてしまうかもしれん。頑張れタエちゃん。だいぶ追い込まれてきたな。だがここから本気を見せてくれるのが、タエちゃんの真骨頂よ。今回の旅の相棒ポジなんや。きっと私を惚れ惚れさせてくれるに違いない。ひとまずズバットは突破ですね。タエちゃんよ。一発だ、一発で決めるんや。お前の持つその刀で、最高の強化力技、虫の知らせ連続ギリ威力160で、蹴散らしてくれー。じゃあ、おらー。これがうちのタエちゃんの実力じゃあ。誘爆でタエちゃんは持っていかれてしまいましたが、後ろには無傷のミシンちゃんが控えていますからね。
今度こそミシンちゃんの敵討ちをすることができました。かわいい。これにはたまらんち会長もにっこり。そんなこんなでキリもいいので、今回のストーリー進行に関しては、このくらいにしておきましょうかね。この先はよすがシティであった一幕を、動画にしておきましょうかね。何言ってだこいつ。やべえ場所だろこれ。そうかそうか。いろいろと察するわ。お、そうだな。それを今実践してる最中や。くたばれ。です、じゃねえんじゃボケが。さっきのやべえ集団の会話見てなかったんか？これ以上ないくらいエコひいきやぞこの施設は。いや、まだ難癖をつけるのは早い。きっと右側、こちらの入り口ならば、いろいろ連れていけるはず。だって PV で、いろんなのを連れ歩いてましたからね。しばくぞ。なんやねんこの施設は。税金と土地と容量の無駄遣いやろこれは。めちゃくちゃ悲しい思いしちゃったわ。だって PV で、連れ歩いてたじゃん。なんでここで連れ歩かせてくれないの？おかしくないか？などと言っていても仕方がないので、リニューアルされたコンテストを遊んでいきますよ。ノーマルランクを遊んだ時は、正直なところ、期待外れだったんですが、一応上のランクも遊ぶかと思ってやってみたら、難易度がいい感じに上がってきて、楽しく感じるようになりました。グレートランクとかを勝ち上がって、マスターまでは来たのですが、これがむずいんだわ。ボフィンを上げてる数が足りないんでしょうかね。マスターは勝てていないですが、本当にこれは、いい感じだと思いましたね。マジで1時間以上これに没頭してました。技を使うルールがよくわかっていないですが、わからず使ってもいい具合になっている感じです。技を使うタイミングと音ゲーのセンスが、だいぶ問われる感じですかね。コンテストの技見て云々だとか、おしゃれするみたいなのはなくなってますが、これはこれで私はありだと思います。めちゃくちゃ熱中しましたからね。ハマる人は私のように、がっつりやると思いますね。とっつきやすい、太鼓の達人みたいな感じですね。一応これは個人的におすすめなので、動画に残しておいた感じです。PV でコンテストを楽しみにしていた身としては、だいぶ満足できる出来でしたね。ボフィンはまあ、カレー作ってるみたいでした。マスタークラスになると、マジで成功しないのよこれ。何かコツでもあるんでしょうかね。というわけで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回はまた新たな仲間を引き入れたいですね。この、あとちょっとで勝てそうな感じがほんと悔しいのよ。